どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、今日はやっていきましょうということで、ゴールデンウィーク残念な過ごし方参戦ということですね。はい、まあ、なんでこれやろうかなと思うかというと、まあ、ゴールデンウィーク最終日だからということなんですね。はい、私と同じ悩みを要するに持ってる人っているんじゃないかなと、いうことになるんですけども、まあ、私はまあゴールデンウィーク中はまあね、お仕事というね、まあ、有意義なまあ過ごし方にしてるんですけど、まあ、まあ逆に言ってしまうと、まあ起業してしまってるんでまあゴールデンウィークもボンも要するに正月も要するに働いてるぐらいの方がちょうどいいんじゃないかなという感じですね。はい、っていう感じになるんですね。っていうのは、まあ、なんでかっていう話になるんですけど、まあ、私がダメな人間だからということなんですね。はい、いうことです。はい。で、今日はこちらということになるんですが、もう何なんでしょうね。まあ、YouTube のコメント欄ではあるんですけれども、まあ、YouTube のコメント欄でもありますし、まあ、保護者からも言われますし、まあ、教えてる生徒からも言われますし、もう様々なところから言われるんですけれども、はい、こちらですね。松井先生は学生時代こうこうこうでこうでとかね松井先生は休みの日でもこうこうこうでこうでとかいう話のなんかありもしない松井先生像っていうのがですね、勝手に一人歩きをするという感じになるんですけども、はっきり言っておきますが、そんな立派な人間ではありません。はい、でもこれはっきり言っておきますが、休みの日でも正月でもお盆でもゴールデンウィークでも常にですね、誠実明朗きちんきちんみたいな、堅実にやってきますって言って、日の打ちどころもない人間っていうのが、もし仮にいるんだとしたら、人の上に立つべきではないですし、人を指導する立場の人間ではないです。ましてや立派な人にならないでくださいって言います。はい。そんなのは、人の上に立っちゃいけません。はい。病気です、それ。はい。はっきり言いますが、それクラッシャーなんですよ。自分が悪いところが全くないですって認識している人は、仮にそれが事実 100% 事実だとしても、それ言う人はっきり言うんですか、潰し屋です。もうはっきり言うと思います。それクラッシャーです。はい。例えば親とかでもたまにいるんですけど、私はこうこうこうでこうでこうやってますねみたいな感じで言うんですけど、まあ、私は本当日の打ちどころがないんでって言った時、その発言来た瞬間に、もしくはそういう発言が見受けられた瞬間、私かなり警戒しますね。まあ、パターンとしては2つなんですよ。本当に日の打ちどころのない人間かどうかっていう可能性があるんですよ。で、本当に日の打ちどころのない人間の下で育つと大体死にます。はい、物理的に死ぬか精神的に死ぬかどっちか分かりませんが、はい、まあ、大体どっちかの可能性っていうのはあるってことです。はい、でもしくはそれを要するに、まあ、例えばパンって言っちゃいますっていう前に、私悪いところ何もないんですよってことは、自分の悪いところをまず目を背けているか、自分の悪いところを認識できないくらい頭悪いかのどっちかです。はい、いや、ありえないんですよ。普通に考えて人間として生きてる以上ですね、悪いところが一つもありませんなんてことがありえるわけないんです。そう思います皆さん。俺はそう思ってる。はい、そう思ってます。はい、ということなので、当然のことながらどんな人間にも欠点はね、お釈迦様でもなくてなくせって言ってるから、7つ悪いところある、人間は。はい、お釈迦様でも7つ悪いところあるってことは、お釈迦様よりも劣る人間である我々が、基本的に7つ悪いところがないって思ってる方が傲慢ありえないと、いうことになってきますということなんですけど、はい、じゃあ松井先生はなんでですかっていうことなんですけど、私は立派な人間ではないんですね。はい、つまり子供たちが要するに夏休みにやらかすことね、春休みにやらかすこと、長期の休暇にやらかすことね、定期テストが終わったらやらかすこと、定期テストの前にやらかすことね、勉強してたらやる気が出ない、勉強する気が起きないっつって部屋を掃除したら気づいたら何時間も経ってましたとかそういうこうふざけたことって世の中いっぱいあるわけなんです。でそれを要するに直すのがしんどいんですよ。いいですか、人間って残念な生き物だからね。はい、じゃあそれなんでしんどいってわかるかっていうと、同じ目線に立てるかって言ったら、なんでかって昔やったからだよ俺が昔やったからやって、で直すのにすごい苦労したとか、はい、いやある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 っていうね、はい、でいう風な感じになって、まあ、ちょっと1時間だけ、ね、ゲームしようかなと思ったら気づいたら1日が過ぎてましたとかねちょっとのつもりでね、旅行したつもりがね、なんか知らんけど夕方になってたぞこれって、おいこれ帰れんのかこれみたいな状態になるとかいう感じなんですね。人間っては考えて行動してそのままうまくいくなんてケースはほとんどないんですよ。だいたい考えて行動した結果だいたい失敗するっていうね、はい、分かっちゃいるけどやめられないってね、はい、いう感じになるんですけども、人間っては残念な生き物だよっていう認識をせずに、私は立派な人間だって思うやつほど、もうそれ一番危ないやつなんで、はい、まあ、はっきり言っておきますが、そんなクズはちょっと自分がクズだということをもう少し認識した方がいいんちゃうかというふうには私は個人的には思ってますね。はい、ということです。よろしいでしょうか。ではまあ皆さんね、クズエピソードで、まあ大学の時よくやらかしましたねゴールデンウィークねはい、まず一
コスメということなんですけど、まあ、ドラゴンボールを見て、あのドラゴンボール Z を見てっていうことですね。はい。ドラゴンボールをなんか、あの無料で見れる動画サイトとかいろいろあったんで、まあ、今でもあるんですけど、まあ、それでまあ、あのドラゴンボール1巻から、懐かしいなと思って、まあ、ドラゴンボールこう見始めてですね。で、まあ、要するにまあ、大体見終わったなと思ったらですね、まあ、大体まあ、あの、十何時間ぐらい経ってるみたいなね、はい、感じで、よし、明日はちゃんと生きようっていうね、明日はちゃんと生きようっていう風になるんですけどね、明日ちゃんと生きようって思うんですけど、18時間くらいになってるんで、なんか変な時間にまた目覚めるんですね。で、変な時間にこう、もう夜ね、遅く変な時間に寝るから、また朝変な時間に起きて、で、またこうどうしようかなっていう風になった時、まあ結論がまあドラゴンボールを見るっていうこう感じでやって、またこう十何時間くらいこう、またドラゴンボールってドラゴンボール Z 見るっていうアホみたいな作業をこうやっちゃうわけですよ。で、その結果ですね、また何を考えるかって、よし、あの、3日目は頑張ろうっていうね、3日目は頑張ろうっていうふうな感じでこう思ってやるんですけど、まあ、3日目前やるんですけど、また夜中ね、遅く寝ちゃうんでね、で、まあ、朝をなんか遅くに起きるっていうふうな感じはしてですね、まあ、ドラゴンボールを見て、またドラゴンボール Z を見てっていう、まあ、残念な結果をまあ招くということですね。はい。まあ、今だったらね、転生したらスライムだったら見ちゃうかもしれないですし、そういう感じになると。いう感じになるんですね。まあ、人間で残念な生き物ですね。もうちょっと有意義なね、過ごし方あったかなとか思うんですけどね。はい。ということなんですね。まあ、これ大学1年生こんな感じでやったとしますという感じなんですけど、大学2年生になりましたって言ってね。大学2年生になりましたって言ったら、まあ、どういうふうな感じなの、要は去年の失敗をね、必ず繰り返さないと私はっていうね。はい。もう要するに考えてね、まあ、いう感じになるんですけど、まあ、結局まあ何が起こるかっていうと、まあ、ゴロゴロしてゴロゴロするっていうね。はい。まあ、あのね、もうパソコンは開かないぞ俺はって言ってね、パソコンは開かないぞって言ってね、漫画も別に何にもないんですけどね、部屋の中に何にもないんですけど、まあ、ただひたすら体がなんか平日のなんか疲れがどっと出てるのかなんか知らないんですけど、まあ、ゴロゴロしちゃうんですね。でもゴロゴロしてもお風呂にも入るめんどくさいみたいな感じで、まあ、最低限のこう生活をして、まあ、ゴロゴロしてゴロゴロすると、いう感じになるんですね。はい。な、その結果、まあ、どういうことになるかっていうと、まあ、髪の毛ボサボサみたいな、まあ、なんか、あの、洗濯適当みたいな感じで、まあ、ゴロゴロして、まあ、ゴロゴロするということですね。一人暮らしって大変ですね。はい。はい。ということになります。これが二つ目ということなんですね。で、三回目ということで、まあ、三年生になったら、まあ、そろそろ要するに、まあ、要するにね、わかるかなとか思うんですけどね。まあ、大体ゲームし続けて一日が終わってしまうと。いう風な感じになるんですけどね。まあ、私の場合は就活関係なかったんで、はい。まあ、それはいいんですけど、はい。まあ、こんなやってたら、まあ、死にますよねって話。で、まあ、大体こういう、まあ、この日の要するに、まあ、最終日とかですね、ゴールデンウィーク最終日とかになった時に、まあ、大体こう、ね、残尿感というか、残念な気持ちでこうね、うおー、もっと有意義な過ごしあっただろうっていうことになるんですけれども、まあ、あの、有意義な過ごし方がね、あっただろうって反省してですね、次の年できるようになったら学習塾いらないっすよ。わかります?私が言いたいことは。なんで私が学習塾をやりたいかっていう話になるんですけど、要は、失敗をしてるわけですよ。このね、一人暮らしでやってて、一人で要するに勉強して、一人でやってっていうんで、その中で要するに、よく失敗してるわけよ。塾行けなかったし、別に塾行けなかったっていう状態だったんです。その家庭的に裕福なわけでもなかったからね。そうすると、一人で要するに一人のことを要するに監視しましょうねっていう風になった時に、まあ今は要するにある程度、自分で管理したりってことはできるようになってますけど、多少はね。はい。人間っていうのは生き物としてダメな生き物なので、いいですか?こう大事なところですよ。人間って基本が、ベースがダメな生き物だからね。はい。で、こういうふうに自己管理ができないんですね。自己管理ができない。だから、その自己管理が多少なりともできるような人間になっていきたいよね、と。自己管理ができるような子供たちになっていきたいよね、と。で、自己管理ができるように、要するに社会に送り出していきたいよね、って思っているから、学習塾の先生なんであってですね。自分が自己管理ができる人間だったら、学習塾やらないでしょ。自己管理簡単だよね、自己管理できるよねって。それって塾の必要性を感じないでしょ、私自身。でしょって。だから私自身が自己管理ができなかった方、もしくは、できなかったっていうのと、あと直すのにすごい苦労させられたっていう風な感じになってるから、要はその自己管理難しいよねってね。じゃあ今大人になりましたよっていう話になって、じゃあそんなに完璧に 100% 自己管理できてますか?できてないよって話です。できてないよって話。ただ、唯一はっきり言わせてもらうのとしたら、唯一、他の人よりも多少優秀かなと思ったら、俺は自己管理ができてないということを、自己管理できてると言い張ってるやつよりは、自己管理できてないと認識してるっていう。はい。言いますからね。いますからね。自信満々に。私はこんなに頑張っている。自己管理も全てできてる。どこがみたいな。
お前の部屋の部屋のところめっちゃ汚いんですけどみたいなやつ、まあ世の中いっぱいいるんですけどあのいうことですね。だからあのイメージとすると私はどういうふうな感じですかっていうと、まあ自己管理できなかった学生時代ですはい、で自己管理ができないよねと、自己管理するの難しいよね、でも自己管理やっていかないといけないよねっていう、でそれをちょっとずつ直していったっていうのは確かにちょっとずつ直してはいきましたが、はい、そうは言っても要するに完璧に直りきってるわけでもないし、かあの完璧に直してるわけでもないですよ。ただ唯一他の人よりもまあ多少マシかなっていうのは自己管理ができないものだよねって、人間って自己管理できないもんだよねって、で自己管理直すのすごい大変だよねって、で自己管理直すためにはすごい努力いるよねっていうふうなことをまあ分かっているという点においては、まあ他の人よりはよく分かってんじゃないかなというふうな感じですね。はい、ということです。はい、ということなので皆さん覚えておいてくださいということですね。はい、自分のことはこんなに立派な人間だということをですね、延々というやつろくなやつおらんので、はい、まあ、はっきり言いますから遠ざけた方がいいですよで身が伴っている場合もありますよ。だけどそんなに立派な人って、自分がこんなに立派な人だっていうやつほぼいないですからね。あの自分のことを例えばいい母親だとかいい親だとか、あのいい上司だとかいい会社だってやつ大体6年とぐらいじゃないですかだっていい母親だって、いい母親、私がいい母親だって言う必要性ないんですよ、みんな分かってるからね、いい彼氏だいい彼女だって言う必要性ないんですよ。自分のこといい彼氏だいい彼女だって言う必要性ないじゃないですか。で相手が考えることだから、相手が考えることだから自分のこと俺ほどいい彼氏いないだろうっていうのをわざわざ言うやついないでしょさネタで何回か言うとか言って分かりますけど、そんなにあの自分のことを言う必要性ないでしょ。で私はこんなにいい上司なんだよって部下に対して言うやつって大体悪い上司でしょ。大体あの自分に甘く人に厳しいっていう状態になるでしょ。でこの会社はいい会社ですね、見たら分かるやんって話です。給料も高くて、要はなんか要するにやりがいもあって離職率も低いって言ったら数値に現れてくるんだから、数値に現れてくるんだから、わざわざこんなに私の会社いい会社なんですよって言う必要性ないんですよね。だから自分のことを要するに立派な人間だというふうになったりとか、まあ私も一番気をつけてるんですけど、私は立派な人間だってみたいなことを言ってしまうときっていうのはまあ なくはないんで気をつけてはいますが、もし自分が立派な人間だと言ってしまってるんだとしたら、それ最悪の状況になってる可能性あるんで、そこだけ気をつけてくださいねということです。あともう一つ言うんですけど、子供たちを指導するときに、まあ、実際こんなに立派な人間だったんだよって言って、あなたも頑張りなさいみたいなのは、これ逆効果ですね、はっきり言うと。はい、松井先生こんなに失敗して、こんなに失敗して、こんなに失敗してるんですよと。ね。だから、まず立派な人間になるっていうのはね、いかにしんどいかってことなんですよって。これを言えば、逆に、あ、そうなんだって言って、一歩一歩要するに努力っていうのが見えてくるんでいいんですけど、その存在しない人間を例に出しても、つまり立派だった学生時代で、立派だった学生時代を送って、立派な社会人生活を送って、立派な松井先生がいるなんていないわけですよ。いないわけなんですよ。それは努力のしようがないじゃないですか。そこに行き着く道のりがない。だって架空の存在だから、それって。っていうことなんで、はい。ちゃんとやっていきましょうということですね。だから勝手な間にイメージつけない。あの、立派な人とか、神とか、わけわかんないこと言うやつ、要さんいるんですけど、違うよって話。残念な人だったよ。はい。よろしいでしょうか。まあ、今でも残念だと思ってますから、自分で自分のことはね。はい。まあ、調子なんて言いますけど、まあ、俺最高だから、みたいな感じでやったりはしますけど、はい。まあ、実際問題は、いや、残念だと多いよな、俺って、思って生きてますね。はい。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。まあ、いうことですね。自分に厳しく、他人に優しくっていうのは、簡単に言うのは簡単ですが、実行するのは難しいですね。